はい、どうも、竹の子塾の大熊です。今回はですね、中学校2年生英語の英作文で、この不定詞の名詞的用法ね、不定詞を名詞のように使う方法、それをね、やっていきたいと思います。で、ここにね、一個ちょっと、名詞的用法のね、例文があるんですけども、I like to play tennis ね。私は好きですよと、ね、何を好きかっていうと、このテニスをすること、それを好きですよと言ってる人ね、ここにね、だから to play ってこう to プラス動詞の原型があるので、ここ不定詞ですよね、で、この不定詞がね、何を好きか、テニスをすることを好きっていう風にね、この like の、目的語、何々をっていう部分になってるね。で、目的語になるのは名詞なので、ね、こういう風に不定詞が名詞のように働いてるね。名詞的用法ですよ、とね。大体 like って、本当はとか、例えば I like、ね、music っていう風に、で、ここにこの私はね、音楽が好きですっていう風に、ここに、この何々をっていう目的語なんですけど、ここには、こうね、名詞を持ってくる。好きなもの。例えば、I like、I like an apple とかね、私はリンゴが好きですとかね、I like、アメリカね、私はアメリカが好きですっていうふうに、この好きなものをね、ここに、持ってくるんですけど、それでね、名詞になりますね。で、今回の場合はこのね、to play、このテニスもついているけど、この to play っていう不定詞ね、が、この like ね、の後にね、こう、何々をっていう目的の部分、つまり名詞としてね、名詞の働きとして使われているよと。で、こういうふうに不定詞をね、名詞のような働きをして、使って解くね、問題をちょっとここに3つ書いているので、これね、順番にやっていきたいと思います。じゃあまず1番ね、私はその本を読みたいですね。で、これは want ね、want 何々を欲しいっていう意味はこの want を使いますよとね。で、これどういうふうに書くかというと、私はね、何々したい、つまり何々を欲しいっていうことなんで、I want ね。で、何を欲しいかというと、ね、その本を読むことね、その本を読むことが欲しいってことなんで、この like の後にね、不定詞を持ってきたのと同じように、このね、want ね。本当は want の後には、名詞がします。例えば、I want a book とかね、I want a bike とかね、I want a computer とか、そういうふうに私は、I want a computer ならコンピューターが好きですっていうふうに、本当は名詞が来るんですけど、ここに、名詞の代わりにね、不定詞を名詞の働きをさせて持ってくるね。で、本を読むことを欲しいって言いたいので、不定詞 to 読むは read ね。to read。そして、その本なんで、the book ね。the book ね。こういうふうな形になるよとね。ここに、ね、不定詞が使われている。直訳すると、私はね、その本を読むことを欲しい。つまり、私はその本を読みたいと、ね、いう意味になります。で、次がちょっともうちょっと難しくなって、彼は先生になりたいですね。彼は先生になりたいです。これも何々したいっていうことなんで、文の動詞はね、この want を持っていきます。で、ちょっと最初まず書いていくと、he want なんですけど、want でこの、he なんでね、he とか she の時、現在形の一般動詞の文の時はね、三単元の s を忘れずつけておきましょう。ね、じゃこの次ね、どうなる？先生になりたいですっていうことなんで、不定詞がね、to 何々、先生だから、a teacher ってなるんですけど、ね、この不定詞、この to プラス動詞の原型なんで、じゃあ動詞をね、何を持ってくればいいかと。he wants to 何々 a teacher になるってことね。これね、よく間違えてね、he wants to a teacher って書く人があるんですけど、これ不定詞って、to プラス動詞の原型。to プラス動詞の原型なんで、to の後に動詞が来ないといけない。a teacher はこれ名詞なんでね、先生という名詞なんで、先生になりたいって、先生だっていうね、動詞が来ないといけないとね。じゃあ、ここに何が来るかっていうのを考えてみて、元々の文はというか、彼は先生ですっていう文を例えば考えると、he is a teacher ね。だから、彼は先生ですっていう文の時には、この is をね、be 動詞、is を使ってる。で、だから、
彼は先生になりたいですっていう時にはこの B 動詞をこの不定詞のところに持ってこないといけないですよ。そしたら先生の状態になることが欲しい、つまり先生になりたいですっていうことなんで、じゃあこの B 動詞をここに持ってきたいんですけど、椅子を持ってくることはできません。なんでかっていうと、これ不定詞は to の後は動詞の原型、つまり元の形にしないといけない、ね。まあ、この is とかもしくは am とか are とか B 動詞の元の形っていうのは B になりますね。なんでまあ B 動詞と言いますね。なので He wants to be a teacher になるんですね。まあ、この He is a teacher のこの is、ね、この B 動詞の部分を、不定詞のねこの to の後に持ってくると。さらに動詞ね、原型になるので、B 動詞の原型、元の形は B なので、to be a teacher と、ね、いう形になるとね。まあ、なんでこれもし、他に何があるのかな。彼はまあ先生になりたいですなんで、まあ、他に例えば、彼は、何がいいかな、医者かな。お医者さんね。医者になりたいなら、he wants to be a doctor とかね。まあ、そんな風な感じになりますよ、とね。で最後、私たちは英語を勉強したくありません。今度は勉、これの場合は勉強したいですっていう文の否定文にね、すればいいだけなんで、まあ主語が私たちで we、ね。で、まあ we want to study English ってすればいいんですけど、まあしたくありませんってことで、それの否定文なので、ドンとね、B が主語で一般動詞 want の現在形の文なんで否定文にするときは don't、ね、を持っていく。 We don't want to study English という形になるね。まあ、ここに不定詞使われているよと、ね、いう形になりますね。まあ、今回ね一番ちょっとまあ大切っていうかまあ、ちょっと難しい慣れるまで難しいのがこれですね。誰々は何々になりたいですっていう時にね、この to be 何々という言い方をするとね、この不定詞のこの、ね、to プラス動詞の原型のこのここの部分に、be 動詞の原型の be を持ってくるよとね。これがちょっとまあ今回の問題で言うとね、まあ難しいっていうかね、慣れるまでちょっとね違和感を感じるところと思うのでね、しっかりこれね覚えておいてください。では今回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。